今回ご紹介いたしますのは、こちら BenQ Japan からリリースされております Bluetooth スピーカーになります。私のチャンネルは車およびガジェット系のレビューをしているチャンネルですので、車のガジェットとして使った場合のこのスピーカーのレビューをしたいと思います。まだまだ中古車の市場が非常に広い世の中であるわけなんですけれども、オーディオのアップデートをしたい。例えば後日ご紹介するんですけど、こういったカープレイ、それから Android 対応のオーディオをつけてネットを見れたりとか、最近そういったオーディオが普及しているわけなんですけれども、見るだけじゃなくて、まあ音にもこだわりたいと。で、かつスピーカーがついていない車、または前しかスピーカーがついていないような、少しこう音に不満を持たれている方にご提案したいのが、まあ、こちらの Bluetooth スピーカーになりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、使用する際に一つ注意点がございまして、こちらはリチウムイオンバッテリーが内蔵されているスピーカーとなっておりまして、車だけを想定して作られたものではございませんので、こういった炎天での保管というのはできないという前提で動画の方をご視聴いただければと思います。で、今こちらの方、ディスプレイ見ていただいて、これ元々は西洋スピーカーということになっておりまして、音がクリアにはっきり聞こえる音声処理がされるスピーカーとなっております。また、音の細部までしっかりと伝わる集音性能、また語学学習やオンラインでの学びに最適ということで、まあそういった用途のスピーカーであるというのがまず大前提としてあります。ただし、それだけの用途ということではなくて、このようにシーンに合わせて3つの音声モードをコントロールできるという機能がついております。で、先ほど私が申し上げたのは、学習モードというやつになります。語学学習をしたいといった場合のこの学習モード。それから、ライブ学習モードということで、こちらの方は Google Meet とか Zoom とか、スピーカーの機能だけではなくて、マイクがついておりまして、ライブ配信にも使えるものになっております。で、また、こちらなんですけれども、今回私の動画で主に中心になってくるのは、こちらの音楽モードということで、少しモデルが古くなった車で、かつスピーカーが一つしかないとか、スピーカーがない車、まあそういったものの入れ替わりとして、この音楽モードとして、まあ今回使えるかどうかということが紹介する主な観点になってくるんですけれども、まあこういった3つのモードがついていると、まあいう、そういったスピーカーになっています。で、一つ設計のこだわりということで、まあこのスピーカーなんですけれども、この中に、スピーカーが2つついております。まあ、高音領域をメインで発するスピーカーと、こちら、音楽モードというのもついてますんで、まあ、低音もしっかりとこう発するようなスピーカー、この2つのスピーカーというものがついております。で、このスピーカーは、ダブルドライバー採用ということで、ミッドレンジドライバーとウーハーを別々に配置し、豊かで安定した音質を実現しましたということで、結構こだわりが入っております。先ほどご紹介した通りで、こちらの方なんですけども、エレクトレットコンデンサーマイクロフォンということで、非常に高感度のスピーカーシステムで発音された声や音などを細かな部分まで集音してくれるといった、まあそういった機能が入ったものになっているということになります。はい。では、こちらの方なんですけれども、カーガジェットとして今回使ってみて、ご紹介をしていこうと思います。で、まず、カーガジェットとして使う前に、こちら、専用のアプリがあるんですけれども、まあ、こちらのアプリで、設定をしていきたいと思います。で、これ今、探してるって出てくるんで、まず、ここのところに、電源がついています。今、これ長押ししたんですけど、長押しすることによって、電源が入るようになっています。で、そうしますと、このようにパッと出てくるようになるんですけれども、検知開始ということで、これ、音場を最適に調整してくれる。先ほどご紹介した通りなんですけども、ここの部分ですね。ここの部分で最適な音場を設定してくれる。そういった機能がついています。それをやってみたいと思います。で、ここ、検知開始。音量調節を始めます。音量調節が完了しました。で、今、車の中で、この
検知結果ということで出てるんですけれども、最適な音量が6。で、環境音量が、まあ、静か 60dB と。で、あなたとこの Bluetooth スピーカーとの距離というのがあって50から約ということで、まあ、この設定が最適であるよということを、まあ、教えてくれる。まあ、そういった機能がついてたりします。今これ音楽モードということでなっていて、モードの切り替えがここでできるようになっています。はい。動画学習モード。で、ライブ学習モード。音楽モードと、この3つのモードに切り替えができます。で、ここは最適な音量に調整と。音量調節を始めます。音量調節が完了しました。まあ、こちらのスピーカーの方でも同じことができる。ここですね。音量調節っていうのはここになります。まあ、こういった形で。で、先ほどご紹介したんですけども、直射日光にはまあ当てないようにということで、ここは気をつけて使っていただく必要というのがあります。で、もう一つ、非常に便利な機能というのがあって、これお休みモードっていう機能があるんですけれども、ここになるんですが、10分から60分までというのがあって、例えば車のガジェットで使う場合ですと、まあ、エンジンをオンにしたりオフにしたり、オンにしたりオフにしたりということで、そこ同期することっていうのが、まあ、Bluetooth スピーカーの場合はできないわけなんですけれども、例えば自動で切るっていうことができるんで、まあ、例えば10分間とか、まあ、こういった形で、寝る前に聞く音声に適した音量を調節し、10分間後に自動で電源を消しますということで、まあ、こういった機能がついてるんで、電源の消し忘れというのも、減らせるということで、ここもカーガジェットとして使う分には結構いい機能なんではないかなと思います。で、もう一つですね、サウンドにこだわっている部分があって、専用サウンドという設定がありまして、この音場に合わせて最適なサウンドを調整してくれます。それをご紹介します。で、これ環境テストというのを押します。で、今回はガジェットとして使うので、音楽モードと。はい、こんな感じで、各周波数帯域があるんですけれども、聞こえる音に調整してくれる、そういった機能になっています。はい、これで、この音場に合わせた、かつ自分の耳に合わせた最適な専用サウンドということで、ここで調整することができるというのも、こちらの BenQ Japan の Bluetooth スピーカーの特徴になります。音楽を聴くときでしたら、もうこのアプリっていうのは特に必要ないので、もうこの Bluetooth スピーカーだけを設置すれば OK になります。それでは実際に車を走らせてみて、この Bluetooth スピーカーの音の検証をしていきたいと思います。まあ、検証の観点としては、カーオーディオで使われているスピーカーと同じような感覚でまず使えるのか、まあ、そこがまず大前提になってくると思うので、そこをご紹介していこうと思います。で、こういう車なんですけれども、走らせるとエンジンからの放射音を伴ったり、あとはこういったヒットはよくあるんですけれども、タイヤからのロードノイズ、これが非常に大きくで、音楽を聴く音場としては、まあ、最悪な状況なわけなんですけれども、まあ、そんな状況の中でもある程度快適に音楽が聴けるっていうのが、まあ、カーオーディオのすごいところなんですが、これもともとカーオーディオを前提として作られたものではないんですけれども、非常に音がしっかりと出てるなっていうのをすごく感じます。エンジンからの放射音だったりロードノイズだったり、そういった悪い音、そういった周波数成分が乗るんですけれども、それにかき消されるといった、まあ、そういったことは全然なくて、すごく聞こえやすい周波数帯領域の音になってます。どちらかというとこう高音領域がメインで、これ静音スピーカーなので上の周波数帯領域っていうのがすごく強調されているんですけれども、その辺がしっかりと出てて非常に気持ちよく聞けるスピーカーになってるなっていうのが、まず実際これ使ってみて感じた印象です。なので普通に車に乗ってても全然使える Bluetooth スピーカーだなということになります。ボリューム自体も、まあ、ミドルぐらいの音量域になってるんですけれども、それでも全然音が小さすぎるなっていうことも全然
ないので、すごく聞き取りやすい音量になっているので、特に出力自体が低くて使えないといった、そういったことは、ね、全然ないスピーカーになってて、すごく気持ちよく音楽が聴けるようになっているというのが特徴になります。で、このスピーカーなんですけれども、どちらかというと静音スピーカーなので、高ループを割と強調しているスピーカーになっているので、低音がやはり少し足りないっていうこともあるかもしれないんですけれども、高音が好きな方、そして特に重低音をあまりこう気にしてない、低音をあまり意識してない方にとってはすごく聞き取りやすいですし、でも今結構低音が強調されている音楽を鳴らしてるんですけれども、それでもなんかこう足りないなっていうのをね、結構感じにくいくなってるかなっていうことをすごく感じます。なのでこれでももう十分気持ちよく音が聞けますし、フロントにしかスピーカーのない車だったりとか、スピーカーがもう全くついてなくてデッキにスピーカーがついてるような車なんかだったら、もう全然この Bluetooth スピーカーというのは非常に導入して価値のあるガジェットになってくるんではないかなと思います。はい、ということで今回はこちらの BenQ Japan からリリースされております Bluetooth スピーカー、こちらのご紹介を今回はカーガジェットという観点でご紹介をいたしました。私の感想なんですけれども、これカーガジェットのスピーカーとして使うのも十分に使えるだけの音質を兼ね備えている、かつ出力もしっかりと出ているし、高音、特に高音なんですけれども、かなり幅広い周波数帯域含めてしっかりとした音が出ていて、非常に音楽を聴くということによっても聞きやすいスピーカーになっているなということをすごく感じました。なのでカーガジェットとして使うという意味においても非常に使えるスピーカーですし、特に低音じゃなくて高音域の音楽を聴きたいという方にとっては非常にぴったりな一台なのではないかなと思いました。またこれは今回音楽モードがメインだったわけなんですけれども、語学学習をしたいという方にも非常にぴったりな一台となっておりますので、洋楽を聴いたりする、その中で英語の勉強をしたい、まあ、そういった用途にも使えるスピーカーになっておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄にリンク先を貼っておりますので、そちらの方ご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。